どうも、哲学徒です。今回はですね、知識の出し惜しみをする人の心理についてね、話していこうかなと思います。私はこういう解説チャンネルをやっているってこともあって、結構ね、なんていうのかな、基本的に自分の知ってる知識は、正直言うと、どこにでもある知識だし、少しね、考えれば、出てくる問題なんで、なんていうのかな、基本なんていうの、自分の知ってることはすべて、出していくスタイルでね、動画投稿とか配信をやってるんですけど、このね、知識の出し惜しみの問題って、私、本業がね、教師なんで、教師の間でも実はあって、やたらね、こう、知識出し惜しみする人とかって、やっぱいたりするんですよね。で、これね、すごくポジティブな理由とね、ネガティブな理由の二つがあって、まずね、ポジティブな理由から言うと、やっぱり、その人の自己解決能力ですね。自分でいろんなものを調べたりとか、考えたりする能力を奪いたくないから突き放してるっていうタイプの先生と、単純になんていうのかな、この知識を教えたら、不利益になるから教えないみたいなタイプの2種類がいて、だから、その、自己成長を願ってるっていうパターンっていうのは、やっぱりね、あるんですよね。例えば学生なんかで、やっぱり、その、私なんかね、結構最近、ってか昔からそうなんですけど、やっぱり、その、辞書に載ってるような、外国語のね、文献を学生が読んできて、一緒に訳すみたいなね、スタイルの演習なんかもやったりするんですけど、やっぱり基本的な単語を調べてない、要するに予習不足、明らかな予習不足があるなっていう時は、やっぱりちょっと、辞書引いてきなさいっていう風に言ってしまうんですよね。結構それを平気で質問してくる子ってやっぱいるんですけど、じゃあ試験で先生がさ、その単語の意味を教えてくれるかっていうと、それはやっぱりできないわけですよね。やっぱり自分で辞書調べて、知る人もあるんで、そういう、なんていうのかな、生徒の自主性を奪いたくないから、あえてね、こっちから、ああだこうだ言いたくないっていうところはあって、ただね、YouTube なんかに関して、私ももともとその YouTube でこうやって解説動画出してる理由って、YouTube って不特定多数の人を対象にしてこうやって解説を取るので、なんていうのかな、最初私と一緒にやってくれてる友達とかがね、わからないことたくさんあって、それを解説するんだったら、ついでに YouTube にも上げてね、他の同じようにわからない、買ったばかりのね、方向けの、参考になればいいかなと思って、投稿を始めたっていう経緯があるんで、なんていうのかな。YouTube だと、あっても、その動画を見るか見ないかって、その人の判断に委ねられるんで、なんていうのかな。一つ目の意味で言うところの、なんていうのかな。その人の自主性みたいなものっていうのは、保ったままね、知識の提供っていうのが行えるんで、結局その情報を取りに行くか行かないか、その視聴者さんに任せられるんでね。一つ目の理由で、知識の出し惜しみをする人っていうのはあまりいないかなと思うんですけど、なのでね、現実社会ではまた全然違うので、現実社会でね、知識を出し惜しみする人の中にはこういうふうに、そういうふうに、その人の成長を願ってね、あえて言わない人もいるし、そう言ってながら本当はただ単に、教えたくないだけ。自分が知ったことを教えたくないっていう人いるんですよね。で、なんだろうな。私も結構解説取ってて、なんかそんなものことを解説されては困るみたいなことを、言ってくる人ってたまにいるんですよね。そういう人の心理の裏にあるのって、結局、そんな情報公開されたら、俺が追い抜かれてしまうみたいなさ、恐怖心みたいなものと、あと、
まあそういう人って結構その知識マウントを取りたい人だけの人っていうのもいるんですよね。まあ支持中と言われる人の中には、単純に、こいつより俺がすげえ感を味わいたいために支持コメ書いてる人っていうのもいて、まあそういう人なんかは、まあ、単純にマウントのネタがなくなるから他人に何も教えない。積極的には教えないと。で、ことあるごとに、まあ、全然関係ないところでマウント取るという心理ですね。で、あと、まあ、追い抜かれたくないとかね。本当ね、私基本的になんていうの、経験値の泉の使い方とかさ、ああいう動画出してると、たまにそういう変な人が湧いて、なんか、あれって、まあ、そんなに、なんていうの、むちゃくちゃ特殊な知識じゃなくて、昔からやってるプレイヤーだったらみんな知ってるような知識なんですよね。だから、私が解説するまでもなく、海外の YouTuber さんとかも、何十本もね、動画上げてるんで、ある知識なんですよね。単純にそれを日本語で出してる人が少ないっていうだけの話で。なので、なんていうのかな。だから、まあ私が今公開してる情報って、なんていうのかな。まあ別に、全然パクるとかパクらないとかないと思うんで、それを利用して自分の中チャンネルにとってさ、使いたい要素とかあったら別に知識として使ってもらって全然構わないので、使っていただけたらなと思うんですけど、まあ、なんていうの、完全に同じものをあげられるのはちょっと困りますけど、参考にしていただければいいし、まあ、なんていうの、哲学との知識動画が間違ってたっていうんだったら、まあ、さりげなくそれの、なんていうの、正しい版のさ、情報にアップデートしてさ、出してもらえたら、すごく、こちらとしても助かるかなという気がしますね。で、まあやっぱりね、結構こういう人たちっていうか、まあ知識をとにかく隠せという人たちに共通する心理として、やっぱりね、まあ追い抜かれることへの恐れっていうのがあるのと、あともう一つは、無知のままの方が、バカのままの方が利用しやすいっていう考え方もあるんですね。まあ、昔そういう方、まあ私のね、残念ながら知り合いにもいて、まあ初心者、その人が何やってたかっていうと、初心者さんが知識がないことをいいことに、その人たちにからこういろんなものをね、こう、騙し取るみたいなことをやってたんで、まあ縁を切ったんですけども、まあそういうプレイヤーってたまにいるんですよね。なんで、まあそれは結構私の本音としては違うんですよね。やっぱりなんかまあ私が知ってる程度のことではありますけれども、なんかこれ良かったよみたいなことをシェアしていきたいっていう気持ちこそあれ、なんかできればこれはいやタイトルのネタとしては、釣りとしてはあると思いますよ。だから、本当は教えたくない、何々とかってつける人いるじゃないですか。私あんまりそういうタイトルつけたことないんだけど、本当は教えたくない、何々とかさ、それは全然あると思うんだよ。それはやっぱりその知識の希少性っていうのをさ、売りにすることによって、見たいっていう心理をさ、起こさせるっていうマーケティング手法の一つだから、全然、邪道でも何でもないんだけど、やっぱりね、これほどまでにこう、知識の過小性っていうことが薄れた時代もないわけですよね。昔って本当にインターネットもあまり普及してなかったから、なんていうのかな、そもそも調べる手段がなくて、なんか、チャットで外人に教えてもらうとか、そういうのがメインだった時代だったらともかくとして、今いくらでもインターネットがあるんで、知識の出し惜しみをすることは基本意味がないんじゃないかなと私は思ってます。まあ、なんていうか、だけど、さっき言ったように、まあ、教員とかね、上司なんかの場合には、まあ、その人の成長を願って、その人の自己解決能力を高めるための指導なのか、それとも単純に意地悪で知識の出し惜しみをしているのかっていうところをしっかりと考える方法が必要があるかなと思います。
まあね、哲学者さんはたまにこう、マナー系についても言っちゃってて、まあ、ちょっとね、悩んで、この間ちょっと外人の子にさ、こう、すぐこういう風になんか、討問とかをさ、早くしろ、早くしろみたいな感じで、押す癖のある子だったんで、叱ったら、なんかすごい暴言が返ってきて、二度ともうコミュニケーション取れなくなって。まあそのなんかね、そのマナー系ってまあこれが非常に礼儀正しい行為だって思う人もいるのかもしれないんですけど、なかなかその真意が伝わらない時とかね、悲しかったりするんだけど、まあ基本的に知識を出し惜しみしてる人に関してはその裏に何があるのかなっていうのをしっかり考えた上で、見極めてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。